さあそして打席には石原が入ります。さあワンアウトになり、運転を取りたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、打ったバッターセカンドバッター三塁に向かう。カープ1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0、カープ試合の主導権を握ります。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。この場面で守備に乱れがありました。タイムリーで先制点を奪いました。バタイバタイ